もピオキングです。今日はですね、トロールコースと縛りコースやっていきますか。で、今言った縛りコース、サムネとタイトルにもしてると思うんですけど、右を向いちゃいけない1の1っていうわけわかんないコースがあったんですよ。そのコースを次にやっていきたいと思いますんで、トロールに興味がない方はぜひ飛ばしてってください。ということで、最初のステージ、ショートイージートロールレベル。このコースはタイトルの通り短いトロールコース、しかも簡単みたいな感じなんですけど、クリア率を見ても全然簡単じゃないよね。 2.36% しかないもん。それじゃあ早速やっていきましょう。どんな感じなんだろう。結構ごちゃごちゃしてんな。まあ普通に右に行くしかないか。で、こっちに渡ってっていうか、久しぶりの 3D。 じゃあ右の箱は持たないで、あの恋のとこにジャンプしたら大丈夫。こういう感じかな。そしてやられますと。よし、それじゃあ下の透明ブロックに入るんだけど、これは一旦ジャンプしてこの場所に追っておいたらいいんじゃないの。そんで右に行く。これは取る。いや意味ないか。じゃあこのまんま上に上がっ、危ねえ。待って、危ねえくね。それじゃあここすぐ右に行く感じだね。こう、オッケー。ここ早く行け的な感じかな。ここはくるりんだね。でくり返し。うわ、わかんねえ、ここ。じゃあここ下から行ってみよう。足場があるっぽいよ。そしてここでジャンプ、そういう感じだね。で、すぐ左に行く。よし、オッケー。で、この土管に入って次に進めますと。楽勝だね。相当やられてるけど、なんか出る、絶対なんか出る。うわ、ビビった。絶対敵から出てくると思ったんですけど。じゃあここは押しつぶされて右下に行くパターンじゃないの。そういう感じでしょ。こっちが正解だね。分かってる。うわ、違う。めんどくせえ、この死に耐久。いや、いけるはず。よーく見定めていこう。ここ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 れはむずいよ。いける。これはむずいよ。ここ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 。待って、これほんとむずい。でぐり返していけないから。はい、なるほど、でぐり返していけるか。そして針に当たれますと。そういう感じだったね。それじゃあ次は砲台の上に乗って。あ、ちょっと待って。あ、なんだ、ちょっと、どんけつ。それは聞いてないよ。またここか。あ、次は簡単にやられた。待って、今なんでジャンプしたの自分で。もったいない、もったいない。いけるいけるいけるよ、マリオ、いけるよ。ダメだった。オッケーオッケー、ジャンプしないでちゃんと当たろう。じゃあ次はドンケツを避けて上、これだね、これでいけるはず。オッケー。よかった。ここ上なんかあるのかな。上は何もないね。じゃあ土管に入っていきましょう。そして今度は右に走っていこう。プロペラ、プロペラ取っていいのかな。取ってみるね。あ、取れました。取れましたじゃねえよ。じゃあここはでんぐり返しで行くのかな。一旦行ってみていい。はっ、あ、違う、ここで箱を捨てて、で、ここでも箱持って捨てて取る、そういう感じでしょ。で、ここはジャンプしていって、この飛んでいこうか。こう、あ、飛んでいっても結局当たるんだね。じゃあドアに入ります。そんでここは左、怪しくない、左を叩いてみますね、一回。こう、うわじゃあね、パワーブロックで叩いてみようか。ここをパワーブロックで投げます。そしたら、そしても意味ないか。やっぱり右で投げるのかな。この右下で投げてみるね、どうなる。やっぱり上が開いたね。オッケー、しかも上あれだね、鉄球が出てきて右に渡れる感じか。オッケー。ダメだ、どうせ死に耐久でしょ、ここは。またねえ、そういう感じでしょ。一旦右に渡りますけど、もうこの音楽は死に耐久なんだよ。テレサ、そういう時に仕事しろよ。なんで今当たり判定なかったの。もう長いな、この土管も。テレサ早く来て。あ、右下で簡単にやられるパターンだね。ありがてえ、ここ死に耐久じゃないんだ。なんでどういうことよ。この先に行ったら何があるの。
じゃあしっかり鉄球にねついていくパターンだと思うんだよね。なんでこの鉄球の後ろをきっちり早く行こう。そうこういう感じ。そしてここで中間ポイントが取れる感じ。どうしよう、中間ポイント取っていいのかな。一旦オンオフ変えよう。あ、どうせ変わる、変えれるんだね上で。じゃあ中間ポイント2つ目ゲットしました。あとはゴールのみだね。これは取ったらダメだと思います。いや、ヒップドロップしてジャンプしていく。ちょっと待ってね。ゴー、このパワーブロック取れないのかな。取れるよねきっと。取っていけって書いてるもん。ギリギリで取れ、頼む。マリいけるでしょ、いける。もう当たってるけど針でもうちょっと、うーわダメか、これいらないのかな。でも今ギリギリで取れそうじゃなかった。もう一回試してみていい。一回走ってジャンプ。あ、こういう感じだね。でこれで持っていってパウブロックが何か必要になると思うんだよね。右、オッケー、フグには引っかかりませんでした。そしてあ、ゴールあんじゃん。あ、危ない、待って、やったゴール、簡単に刺してくれるんだね。おりゃなんか第2の中間ポイントからは結構簡単だったね。はい、それじゃあ次のステージ、右を向いちゃいけない1の1やっていきますか。多分だけど1の1を左向きに作られてるんじゃないかなって思うんですよ。まあ、ちょっとわかんないんですけど早速やっていきましょう。振り向いちゃいけないとかジャンプしたらいけない、何かを縛ってるコースっていうのはめっちゃ面白いよね。え、ここはまだ大丈夫なのか。上、いや、やっぱ左だね。左のこの土管から行きます。そして右を向いちゃいけない。あれ、右向いてしまうよねこれなるほど、そういうことか。ジャンプしてずっと右に進めってこと。いや、面白すぎでしょここ。じゃあここでジャンプ、こういうか、うわむずっけここ。あ、でももうゴールできたんじゃないのこれ。ちょっと一旦先行ってみるね。このまんま1の1得意だからね。え、さっきのでもう終わり？あそこだけ引っかからなかったらいいみたいな、そんな感じかな。え、ゴールあるんじゃないの。ゴールないね。じゃあ一旦この土管に入ったら、あー、なるほど、やっぱりそういう風に隠されてる感じだね。じゃあ一旦やり直そう。いやー面白い、本当に面白いと思いますこのコース。じゃあジャンプ、いやーむずっけ。これあれだね、ジャンプして着地する前に絶対左を押しておかなきゃいけない、そういう感じだね。ちょっと難しくないですかこれ。うわーむずっけーよここ、本当に難しい。振り向いちゃいけない系のコースってねたくさんあると思うんだけど、このもう右向いちゃいけないっていうの本当むずいで、ね、ちょっとここ、ほっ、ほっ、ほっ、よし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 、バックとか出ない？大丈夫？ほっ、ここ勢いいるよね。ちょっと待ってね、ほっ、よし、これクリボー大事だよ。いやこれね今気づいたんだよね、クリボー踏む時も左ボタン押しておかなきゃいけないんだよね。なんでこのままねクリボー踏む時に右押しっぱだったらこういう風になっちゃうんだよね。なんでクリボー踏むのも危険っていうことが分かりましたんで、クリボーも踏まないでいこう。ちょっと待ってね、ここむずいんだよね。ほっほっほっ、おいむずい、大丈夫、いけるよ、信じて、マリオ自分を信じて、よし、これ勢い乗っていこう。ほっ、やべえ、ここは、いやここ難しいって。よし、それじゃあ最終兵器使いましょう。このスキンのマリオって一旦スピードに乗ったらジャンプボタンを押すだけでもうマリオが結構進むんですよ、こういう風に。もうコツ掴んだかもしんない、ほら早くない、ほら早くない、見て見て、ほらよし、それじゃあアイテムを一旦取っていこう。アイテム取ってったら結構ね有利になるじゃん。でこのアイテムを取って、あれ、アイテムもダメってこと？今完全に左向いてないんだけど、多分アイテム取ったらオンオフ変わるみたいだよ。じゃあキノコ出すなよ、マジかよ。アイテムもなし、ここ。アイテムがあったらクリボーとかノコノコにね一回当たれるんだけど、それすらもできないってことでしょ何気に上手くなってないっていうかじゃあスターはいいのかな。今僕がねいるこの位置スターがあるんだよね、この下に。なんでこのスターを取っていこう。ちょっとクリボーどいてくれる、ここ、よし、スター、ちょっと待って、スターちょっと待って、スタースター、ちょっと待って、あ、戻ってきたね、オッケー、よし、このスターを取って早く行こう。
よし、このまま右ジャンプ。いや、いけるよ。ここまで来たらいけるはず。おっ、大丈夫。よし、ほいほいほい、うまい。これゴールでしょ。ありがとうございます。いや、このコースめちゃくちゃ素晴らしいアイデアだね。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スピードランだね。スピードランでも結構クリア率低くない？ 0.68% はスピードランの中でも結構低めだと思うんですよ。で、題名がスピードゲーム、トリトンって書いてるでしょ。まあトリトンの意味はね、わかんないんですけど、このスピードゲームっていうコースめっちゃ面白そうなんで、早速やっていきましょう。ピーパックンを全て倒してゴール。ゴール条件あるんだね。っていうか、このパックン、ピーパックンって言うんだね。初めて知ったんだけど。で、ここは上で、ジャンプジャンプ。いや、もう終わったよね。絶対もう終わったよね、今の。スピードランの 0.68% って言ったらね、結構難しいと思うんですよ。ただ、なるべく早く行きたいね。で、ここで投げる。うわ、惜しい。早めに投げてジャンプしなきゃいけないね。だから、ここで早めに投げてジャンプ。どうしようもない感やばくないこれ。ねえ、ピーパック、こっから投げる、そして上でジャンプ。ここなんだろう、投げて、あ、投げて回転ジャンプか。ただボム兵をね、投げ続けるだけだったらダメなんだね。ここで投げてこう回転ジャンプして右に行けみたいな、そんな感じか。今たまたま行けたけど、いい、これで、これでいい。ああまた投げて回転ジャンプか。投げて回転ジャンプ系難しくない？急だったら無理だよね。じゃあここでもう一回投げる。で、ここで投げて回転ジャンプ、こう、うまい。で、ここは上、上、右で投げて回転ジャンプ。おい、行け、行ってくれ、このままゴール。やった。おい、ゴールしてないやんか。今のゴールでよくない？おの触れちょうやんか。絶対ゴールと思って拍手してしまったやんね。聞いたでしょ今みんなの、なんかちょっとパチって聞こえたでしょ。2回ぐらい聞こえたでしょ。で、ここで投げる、投げるの、はい、投げて回転ジャンプ。そう、ここで勢い殺したらダメだね。いけるはず。やった。それじゃあ前回もですね、この新着コースから適当に選んだコースをやってったらですね、意外と皆さんですね、笑ってくれるようなコースがあったんで、今回もこの新着コースから選んで遊んでいきたいと思います。さあ、どれにしようかな。はい、それじゃあ詳しく見るは見ません。なんでこのまま早速遊んでいきましょう。ゼロックスだね。サムネじゃね、難しそうな感じ。まあ、一発マリオみたいな感じのコースだったんですけど、これは P を踏んで走っていく感じかな。この先になんかあんのかな。いや、違うんだって。あんな終わり方じゃ申し訳ないんで、最後にこのコース一発で決めていきたいと思います。ガリガリ抜け出し、ユースキンは得意だしね、あのガリガリの隙間を空中スピンでゴールする感じだと思うんですよ。このガリガリをね、ガリガリっていうか、もうなんでもいいや、一発でクリアすればいいんです。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。